今日は二次関数の二十四回目、軸に文字を含む場合の最大最小パートツーを見ていくよ。まずは例題から確認しよう。今回の問題は、a は定数とする。二次関数 y イコールカッ弧 x マイナス a の二乗プラス1、x の範囲が1以上3以下の時の最大値を求めよう。そんな問題だね。前回の授業では。 同じ二次関数で同じ範囲で最小値を見てきた一番低いところ今回見るのは最大値つまり一番高いところね考え方は一緒でまずはこの2次関数を見て放物線を想像しよう括弧の前がプラスになってるから下に凸な放物線そして x a 括弧の中が0の時考えると頂点は x =a の時に y は1になる。 ここまでは前回と同じだよねそして今回考えるのは最大値だよ。もし範囲が定まってなかったら最大値求められないよね。端じーっとずっと伸びていくるしこっちの端もぶっとずっと伸びていく。ただ今回は x の範囲が1以上3以下と定まっているわけだから例えば1と3の範囲がこんな形だったら最大値は一番高いこっちになるあるいは こっちの方が長いこんな形も考えられるそうしたら一番高いのはこっちつまり端から端の範囲で一番高いところが最大値になるんだこれを具体的に見ていくとこういう形になるよ放物線があって今は1から3範囲は1から3こうなっているわけだねでこの範囲をわかりやすくすると1のところとそれから3のところの範囲がある このエリアの中で一番高いところはどこですかと聞いてるわけだそうするともしね軸が結構左の方に寄ってる場合そうすると一のところからぐぐぐぐぐっと伸びてってもっと伸びてってまあこの辺りだろうこの辺りで最大値を取るわけ一番高いのは右の端の方だよただしこれね軸がさ左側に寄ってるとは限らないよね x イコール a の軸がもし こ,のこっちの範囲に動動いてきたらどううなる動かすとそうだねこんな形で動いてきたらこれまで高かった右側の右端のやつがどん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 下がってきちゃってそれとは対照的に左側のこの位置の端がぐん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 勢いを増してくるわけ、ね、そしてこれ大体いい同じぐらいの高さに来る点があるわけ。 同じぐらいの高さに来るこれはどういうところか分かるかなそれはここ範囲の真ん中に軸が来た時この1と3の範囲の真ん中に軸が来た時左右対称になって高さがぴったし同じに揃うんだよそしてさらにずれていくとそう。 これまで低かった左端がどん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 高くなって今度これまで高かった右端がどん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 低くなってこんな形になる消すとここからここが範囲となってここ一番低いそして高いのは左端になっていくわけどうこれによって場合分け見えたかなそう軸がこの範囲の真ん中よりも左側にある時と範囲の真ん中より右側にあると。 そこで最大値がくっきりと分かれるんだポイントとしてまとめるよ今日のポイント確認しよう軸に文字を含む場合の最大最小その2のケース、ね、式はやっぱり y イコールかッこ x マイナス a の2乗プラス1 x が1以上3以下このように軸が x イコール a 文字 a を含むときこんなときに最大値を求めるときは x の範囲のこれ真ん中ね 最小値の時には範囲の内か外かで分けていたけど今回は x の範囲の真ん中で倍分けしようどういうことかというとまずこちら1と3ののの範囲の真ん中っていうのは2だよねこの2よりも軸が左側にあるとかあるいはこの2よりも軸が右側にあるかこの2つのケースで倍分けしよう。まず2よりも左側にに軸がある時には 最大値は軸から離れてる方軸から離れてるこの、X、イコール =3 の時が最大になる。反対に軸が2よりも右側にある時軸が2より右側にある時はこの軸から一番離れてるこっち、X、イコール =1 の時に最大を迎える。パターンとしてはねこの区間の真ん中範囲の真ん中で区切って軸が 左かか右側かこの場合分けを考えればいいんだでもねやっぱりこの2つの場合分け見ていただけでは想像しにくい一緒に答えを作って確認していこうじゃあもう一度例題確認するよ。は定数とする二次関数、y X、A の2乗プラス1 x の範囲が一以上三以下の時の最大値を求めようという問題ねピンときてほしいのはここ x イコール a のとき軸軸に文字が含むケースだなというのをピンときてほしいそして範囲があって最大値一番高いところを求める問題だよこれによって想像するのはこの二つの場合分け最大値を求めるときにはうん、この下にとつなグラフの最大値を求めるときには範囲の 真ん中で倍分けするとよかったねこれが今日のポイント範囲の真ん中で倍分けつまり範囲の真ん中2よりも左に軸があるケースね。軸は今 x=a でこの x=a の軸が2よりも左にあるケース最大値はここ一番高い x=3 の時になるよ。逆に2を超えてしまうと軸が2を超えて こっち側に行くと最大値はこっち x =1 の時に最大値を通るこの2つの最大値の場合分けを解答にしていくよ。まずはやっぱり軸を定めるんだったね。今回のケースは y x-a の2乗プラス1の軸は x =a。 これで場合分けしよう。この軸によって場合分けするんだよ。最大値も最小値もね、基本はやっぱり軸で場合分けするんだ。軸で場合分け。すると。エックスイコールエーで場合分けしよう。まずは一番目のケースは。図でいうとこちらね。ここ。つまりエックスイコールエー。この軸が。範囲の真ん中。二以下のとき 2よりも左か、2以下の時ねつまり A が2以下の時 x イコール3で最大を取る x イコール3で最大となり y の値は x イコール3で最大 y イコール3を代入しようそうすると展開して A の2乗 マイナス 6a プラス10。こんな答えになるよ。x イコール3で最大となり、代入すると展開して a の二乗をマイナス 6a プラス10。これが答えだよ。1番目のケース。x イコール3で最大を取るよ。次は軸 x イコール a が区間の真ん中の2よりも右側にあるときね。つまり a が 2以上のの A が2以上の時どうなるか A が2以上の時うん軸が右に行けば行くほどこっち側が高くなるからね軸が右に行けば行くほど X イコール1の部分が高くなるから X イコール1で最大つまり代入すると Y イコール1く a の2乗プラス +1。 a -2a の2乗2 a プラス2これが最大値になるよ。場合分けとしてはこの2パターン。範囲の真ん中よりも左に軸があるか範囲の真ん中よりも右に軸があるかこの場合分けさえマスターすれば大丈夫だよ。じゃあ練習一緒に見ていこう。a は定数とする。 二次関数 y イス2、A、x プラス1、x、の範囲が1以上3以下の時の最大値を求めようそんな問題だね例題とね大体似てる大体似てるけど二次関数の式がちょっと複雑だよね軸の位置がちょっと見えにくいそんな時にはまず平方完成して軸を探していこう。平方完成すると まあ平方完成するとこの言葉あっててももなくても大丈夫だけどね平方完成すると y=x 平方完成するときにはこの x の係数の部分を半分にして2乗するわけね −a の2乗そして x の2乗 −2ax この波線部分と今から引く波線部分完全に一致しなきゃいけない。 そうすると x-a の2乗展開すると x の2乗一致する -2ax 一致するただ a の2乗が余分に出てきちゃうからこっちの式には -a の2乗をつけよう a の2乗を消すために -a の2乗をつけるそうすることによって波線部分が完全に一致したそしてプラス1つけなきゃいけないからこんな形になるねつまり軸は x イコール A そう軸が定まることによってどうする今回は場合分けがテーマだった、ね、今回最大値を求めるつまり y の一番高いところを求める軸によって変わってきて図で書くとこのケースにおいては13と範囲があったらこの真ん中によって変わってたんだね。範囲の真ん中で変わってた 範囲の真ん中2を取ってここより軸が左にあるか右にあるかで変わってくるんだまず左にあるケース書くとこんなイメージだねこんな形のイメージで軸が2よりも左側にあるケースこれが場合分けの一番目になるよそしてこの時には最大値は 軸から一番離れたところで取る軸から離れたところで最大値さらにもう一個考えよう13範囲があるときにこの範囲の真ん中2の右側に軸がある時右側に軸があるときにはこんな形で放物線がかけて一番最大になるのは 軸この x=a から一番離れた1の時放物線を書くとこんな形だねここから一番離れた x=1 の時に最大を迎えるんだつまりこの12の場合分けによって最大値を求めていくよまずはかっこ1軸が2よりも左側にある時つまり軸 a が 2以下のとき、このときの最大値はここだったね x。x イコール3のときに最大になるから x、x イコール3のとき最大で代入しよう。y の値はどうなるか。ここに代入すると9ひく 6a プラス1、つまりマイナス 6a プラス10 x。x イコール3のときに最大。 y イコールマイナス6 a プラス10。さらにもう一個軸が真ん中範囲の真ん中よりも右側にあるとき、つまり軸の a が2以上のとき、このときには x イコール1で最大を取る x。x イコール1で最大となって図で確認しよう x。x イコール1のときに最大となって。 ここ x イコール1代入すると1 a プラス1つまり、y、イコール2 a プラス2これが最大の値になるんだ。今回は軸ここね x イコール a に文字が含まれるケース a のように文字が含まれるケースこういった時にどういうふうに答えを出すかそれは最大値を求めるんだったらこうして区間の真ん中によって場合分け。 範囲の真ん中の左側に軸があったらここが最大になるし右側に軸があったらここが最大になるこの真ん中で合分けするイメージをしっかりつかもう今回のポイントをおさらいしよう軸に文字を含む場合の最大最小パート2ね式は y イイコール X マナスス A の2乗プラス =+1。 つまり二次関数で下に凸な放物線そして軸が x イコール a の時だったこの時の最大値つまり y が一番高いところこれはどう求めるかポイントは x の範囲の真ん中で倍分け x の範囲1以上3以下あったねこの真ん中で倍分けするんだ例えば1以上3以下だったらこの2で倍分けこの2よりも左側にこの 軸があるるととききににには右側、X、イコール3のに最大になる軸から一番遠く離れたところが最大になるそして真ん中範囲の真ん中よりも右側に軸があるとき右側に軸があるときにはこの軸から一番離れた、X、イコール1の時最大になるみんなに覚えてほしいのはこの範囲の真ん中で場合開けすること範囲の真ん中で場合開けするこれをしっかりとマスターしよう。